玉江橋玉江橋玉江橋,橋は、大阪府大阪市の道島側に架かる何は筋の橋で、ある。何は野の名橋五十線にも選ばれている。大阪市北区中野島四丁目福島区福島一丁目の間を結んでいる。橋町は、上流側77.0メートル、下流側78.8メートル、福音は、 上流側13.0メートル、下流側12.3メートルの鋼桁橋である、大阪市が管理している。幕末に描かれた玉江橋、上京、玄禄年間に行われた道島新地の開発に伴って架けられた橋で、下京当初は堀江橋と称した。しかし、1698年に堀江新地の開発に伴って堀江側に、 同盟の橋が加強されたことを受けて解消された経緯がある。昔は大阪の七不思議の一つとして、玉江橋の南に天王寺さんの五十頭が見えると言われていた。玉江橋より南東方向に位置する四天王寺がなぜか南に見えると不思議がっているが、道島側は東橋の上流付近で西から南西へ向きを変え始めるため、東橋は 南ではなく、南東へ向けてかかっている、というオチで、古典落語の、詐欺取りに登場する。福沢諭吉は、玉江橋の北詰めにあった中津藩の倉屋敷で、生まれている。1885年の淀川大洪水で、流出、一度復旧するも1909年の北の、大火で消失した。現在の橋は、上流側の橋が1929年9月19日に、 福音10.9メートルで掛け替えられた。1969年に高潮対策によるかさ上げ工事と福音13.0メートルへの拡幅工事が行われ、同時に下流側の橋が加橋された。1991年には改装工事が行われ、アルミ製の降乱やタイル舗装、照明灯などが設置された。ありがとうございます。